ありがとうスポンサー。そして、さよならスポンサー。東野工事の幻ラジオ。<music> さあ、今回もプラチナゲームさんの提供でお送りします。 プラチナゲームさんはゲーム開発会社でザ・ワンダフルワンオ f u l 101 r e というゲームを発売しております。100人のヒーローたちをまとめ上げて悪い奴らをやっつげるそういうアクションゲームになっております。任天堂スイッチプレステ t c h PC でできます。プラチナゲームさんは幻ラジオを応援しております。本当にありがとうございます。さあ、何がありがとうございますかと言いますと、幻ラジオというのは 今からどれぐらい前 ?3 ヶ月ちょっと4ヶ月ぐらい前に始まったんです。音声配信でございました。一人リビングで録音するスタイル。惨めさが売りの幻ラジオでございました。え何やってんの一人でく暗い声でっていうふうによく言われました。自宅で一人でボソ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 喋ってっていう YouTube でございました。 で、広告っていうのをオフにして、スポンサー見つけて、なんとか軌道に乗せるぞっていうふうに娘 D に言われて、親子で始めました。まさかまさか、それからコロナウイルスが日本を蔓延しまして、全員がステイホームするとは思わず、気づいたらみんな家で音声配信したり、動画配信するのが当たり前になって、 なんか、幻ラジオの存在価値も薄れましたけれども、途中で、幻 T シャツも販売しました。見事全部売り切れありがとうございます。最初の娘 D からのアドバイス通り、グッズ販売、スポンサー収入という、この日本柱でやっていこうという、その T シャツの方もちゃんと発売できて、売り上げもちゃんとありました。そしてこのラジオですから、 手紙、はがきが欲しい。メールとかそういう書き込みっていうのが主流ですけれども、僕が昔ラジオやってた時レギュラー番組、ラジオほぼ6本やってる時は、ファックス、手紙、はがきがメインでしたから、まあ、僕の、まあ、わがままで、渋谷郵便局留東の工事宛てに、日本から、そして世界中から、 手紙いただいたりとか、僕の質問に答えてくれたりとかして、本当に書いてくれた方、ありがとうございます。で、中に、幻市民の中には、あその幻市民っていう言い方もね、なんでしょうか、オードリーのオールナイトニッポンのリトルトゥースみたいな感じで憧れてたりとかね、言い方が大事やなと思って、俺も幻市民って恥ずかしく言ってましたけど、これがもう当たり前のように、僕、ま、幻市民なんですとか、たまに業界の方に言われたりとか、たまに、 道あるってたら、バイクで配達してる兄ちゃんに、ヘルメット越しに、幻ラジオ聞いてます幻市民ですプップーって、走り去られたりしたんですよ。浸透したなと思って。で、芸能人の中にも幻市民の方がいらっしゃって、なんとその方が、はがきとか手紙を渋谷郵便局止めまで送ってくれてるんですよ。その方、えぇ、ー、は、はかさん、小林麻也さん、三又又たさん、大山秀でさん、ウイカさん、 で、読ませていただいて、幻 T シャツをその方々に届けたんですよ、実は。で、そろそろなんか届いたっていう知らせも来てるんで、本当にありがとうございます。実は、僕のインスタフォローしてる人は知ってますけど、幻 T シャツが発売する前にどんな T シャツかって、僕がモデルになって写真アップしたんですよ。まあ、後に娘 D から、幻 T シャツ、大事な大事な幻 T シャツがシワクちゃやと。 その T シャツに愛情が全くないって怒られて、その写真があるんですけど、それ4枚アップしてるんですけど、2枚僕で2種類の T シャツね。2種類はグレー。グレーも2種類あって、そのグレーはたまたま行列の収録で横の楽屋にいた渡部くんにお願いして着てもうたんですよ。だからそれでインスタでその渡部くんの写真をアップしてから、文春本まで1ヶ月半ぐらいですかね。 あっからカウントダウン始まったんですかねカチャカチャカチャはい。あの頃も、六本木ヒルズいてたんかなうん。一言もそんなこと言えへんかった。だってそれ、インスタグラムでその、マフロシ T シャツね、アップした時に、渡部くんが書き込んでくれて、え、奥さんと一緒に来ます、家で来ますって言って、めちゃくちゃ嬉しかった。ええー、ってなって。今来てんのかな二人。マフロシ T シャツ。 いや、でも分かりませんよ。まだ一緒に、とにかくまだ一緒に住んでるってネットニュース書いてますから、もちろん多分会話はもうあんまないと思うんですよね。で、別に外行くわけでもなく、なんか無造作に T シャツ、部屋着の T シャツのところで何か選ぶわけでもなく、無造作に取ったのが、俺が開けたグレーの幻 T シャツっていう可能性十分にありますし、幻 T シャツは全部見てますからね。 渡辺べけで何があったか。で、それで朝からワイドショー見て、多分怒ったり、イライラしたり、落ち込んだりしてるんでしょで奥さん奥さんで子供いてるし、家のことい,いろいろ忙しいから、で、別に外行くね、外行ったら写真集会しにやられるから、別に普段着、家の何でもええじゃないですか、着てる服なんて。無造作に選ぶ。たまたま、 幻 T シャツっていう可能性もないことないですから。洗濯物や、何台所で子供のご飯やっていう時に、リビングを通った時に、渡部やテレビ見てるそこ横を通った時にパッて見たら、偶然、お互い幻 T シャツを着てる可能性もないことはないですよ。ほんでんやろさっきまですごい険悪な雰囲気喧嘩してたけど、同じ T シャツ着てるじゃん。 東野さんの、手ス、いス、っス抱スクスてス直りとかハえハんハなハ対ハなハよハ、ね、<laughs> あハわハなハよハ、ね、そハなハとハ <laughs> のハッ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 ってハッやろうなそれか飼ってる犬のおしっことかッかれてんハッ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 シャツッハにハッハッハ 我々の関係こうなっちゃったのとか。<laughs> もう、ワックンのバカとか。<laughs> すいません、本当に。でもそういう思い出もありますし、で、スポンサーさんが、プラチナゲームさんがついて、10回という契約で、32回からかな、10回は幻ラジオのスポンサーになってくれて、収入も得ることができたし、っていう、まさに、 ラジオ番組になったっていうことでございます。だって今、よく言われてるじゃないですか。テレビの広告収入がさ、ネットの広告収入に負けちゃったとか。でもそのグラフ見たらいつもラジオが一番下のところで血を這うように、ラジオの広告収入はものすごい低いですから。まあ、もしかしたら、ラジオをやらなくて、この YouTube で幻ラジオ、あの時、4月からラジオ番組始めてたらこんなことにならなかったし、 その4月からのラジオのレギュラー番組がなかったからこんな風ななんか皆さんとも手紙読んだり、はがき読んだり、ね、感想を書いてくれたりとか、それも世界中から、日本中から来てますから、なんかこう、いい意味で繋がってる感じで楽しい日々を過ごさせてもらってるって感じでございますし、なおかつ一番僕の中で変わったのが、今までやったテレビタレントで番組するじゃないですか、スポンサーとか提供とかいるじゃないですか。 で例えば、なかなかテレビ出れない人が、ちょっとこの人を呼んでくださいよとか、いや、もうそろそろテレビ、この番組に戻ってきてもいいんじゃないですか、みたいなこをちらっと言うじゃないですか。やっぱり曲もダメですけど、スポンサーさんもちょっと難色示すんですってよく言うんですよ。いやいやいや、そんなスポンサーさん、そんなテレビのことなんてわからないでしょとかって、正直思う時もあったし、いや、もうスポンサーがそんなことまで言い出したら、もうこんなん番組でけへんわとか、思う時もあったんですよ。 幻ラジオやるまでは。でも、幻ラジオやって、スポンサーがつかない時と、スポンサーが契約できた時のことを考えるとね、テレビもスポンサーの言うこと100%聞かなあかんと思うわ。うん。スポンサーが出たらあかんやつは、出たらあかん絶対に。だって我々のテレビギャーってこれ誰が払ってるんですかって話ですよ。今までは気づかなかった。あ 局が払ってくれるんでしょ日本テレビが、フジテレビが、TBS が、テレ朝がって思ってるんですけど、違うんですよ。スポンサーさんが払ってくれてるんですよ。我々のテレビギャラを。聞いてますか芸能人の皆さん。ウイカさん聞いてますか小林真弥さん。スポンサーさんが払ってくれてるんです。スポンサーさんはなんで払ってくれるのかそれは、テレビでその、我が社の広告を流したいために払ってくれてるんですよ。 なぜ流すかそれはこ、こその商品を売るためなんです。そのお金、どっから来るかって言ったら、日夜その会社、スポンサーさんの営業の人が、夏は暑い中、冬は寒い中、歩き回り、靴底を減らしまくって、売り上げた、社員みんなで売り上げたお金の、大事な大事なお金の一部を、広告収入として、テレビや、ラジオや、こういう YouTube の広告や、幻ラジオのこの、 プラチナゲームさんとかいうスポンサーの方が払ってくれてるんですよ。感謝ですよスポンサー万歳万歳スポンサー生意気言うなタレントごときがっていう気持ちに変わりました。そういう意味で言うとちょっとね、アップグレードしましたよ、僕も。わがままなタレントから、こういうテレビ番組できんのは、 スポンサーがお金出してくれるからやなっていう気持ちにもちょっとなりましたんで感謝でございます。はい。で、そのスポンサーさんが今回でおしまいということでございます。プラチナゲームズさん。だからなんでおしまいなんていう気持ちより、10回プラチナゲームズさん、スポンサーになっていただいて本当にありがとうございます。プラチナゲームズ、万歳プラチナゲームズ、万歳 感謝しかございません本当に10回もスポンサーになっていただいてでそのスポンサーのお金とか T シャツの売り上げとかそのもろもろで吉本にちょっとお金が入り娘 D にもちょっとお金が入り俺にもちょっとちょっとちょっとお金が入るようになったっていうことでなんとなくねアホなおっさんが始めた遊びですけどなんか。 形になってちょっと面白いなって思ってるしなんとなく一番さ第1回で言った通りに全部実現して自分の中でこの第43回幻ラジオでなんか第1部感そんな気持ちでございます果たして第44回次回の幻ラジオは一体どうなってるのかっていうのもちょっと皆さん楽しみにしてほしいと思いますさあそして 郵便局止め、東の工事宛に届いております、はがき、読んでみましょうか。最近も、女の一生の、はがきと、10代とか20代前半の、まあ、男女の、はがき、手紙が多いです。はい。読んでいると、採用されるのは、何でしょうか。女の一生の、手紙をちょっと読みたくなるんですよね。 何がってわけじゃないけど、みんないろいろなことがあって生きてらっしゃるんだなっていうところでございます。この方、山目さん。女の一生。いつもラジオ、インスタ、登山隊楽しみにしております。一番興味ある男性は東野さんだったんですが、最近は神田白山さんが大好きです。<laughs> はい。まあ、最近まで好きだったんでいいですけど。今日は私の57歳の誕生日ですが、 事実婚ノートとは一ヶ月ほど口を聞いてないので、おめでとうさえなく、こうしてダディに手紙を書いてます。すごいですね。57歳、事実婚。一ヶ月口聞いてない。30代半ば、17歳年上の人と2年間不倫。いや、一般人の方が不倫してますよね。俺一般人の方が多目的トイレでエッチしてると思うわ。そんなことないか。はい。すいません。訂正します。お詫びします。 30代半ば、17歳年上の人と2年間不倫、その後、10年ほど付き合った人も3歳上の妻子ある男性、この人何回不倫すんねよ最後は仕事で不渡り食らって、妻の親に借金をしたので別れました、40代後半には婚活サイトで知り合った、一回り上の185センチ身長、えー、ダンディーなバツニの社長と結婚の話となり、兄弟に紹介までしたのによく分からないまま、1年で破局しました。 その次はまた婚活サイトで知り合った男と3ヶ月で入籍してしまいました。入籍してすぐにこの男の言ってることはほとんど嘘で、嘘に嘘を重ねるサイコパスだと判明したのですが、真面目に働き出したので最初は幸せを感じましたが、1年半後には私のクレジットカードから130万引き出して消えました。小物のサイコパスだったので、それぐらいの被害で済みました。 50歳の時です。またんねんね。それからは仕事以外引きこもっていましたが、これではいけない婚活ではなく同じ孤独な女友達でも作ろうと、あるサークルに入り、そこで、今の夫と知り合い、1年付き合ってから事実婚することになり、5年目となります。私の付き合う男性は一貫してボスザルタイプです。 夫もボスザルだけど、嘘のない根は優しい人間で、月に一度は一緒に旅行に行きます。サラリーマンはなんか頼んなくてダメです。私の人生は子育てしてきた主婦と比べて自由気ままに生きてきたなという自負があり、サイコパスと別れた後に、これからの人生は苦労しても仕方ない、今までの人生の帳面合わせをするつもりで生きていこうと自分に言い聞かせたのです。だけど今、 少々もらはら気味の夫に不自由さはあるけど、帳面合わせどころか一番安定した毎日を送ってるようです。いいじゃないですか。少々もらはらやけど。私は自分が一番正しいと思いがちの人間ですが、さすがにこのメスザルの生き方は正しくない気はしています。そうですね。長な々かなかとすみません。これからも東野さんが砲弾浴びて自粛とかないことを祈っております。ということで、えー、こういった方もいらっしゃいますし、そしてもう一人。 奈良県の脱サウナさん。東のダディこんにちは。40代既婚、子供ありの主婦です。ワイドラショーでダディを見て頭のいい方だなと思っていましたが、最近どんどんダディにはまり、この素晴らしい世界も泥の家族も買わせていただきました。ラジオも毎週楽しみにしております。毎回女の人生を聞き、皆さんいろいろな人生を歩んでおられるんだなと感じております。私の人生も少しダディに聞いていただきたくお便りいたしました。 10代で初めて付き合った彼氏と自宅で裸で寝ているところを親に見つかり逆上した親が相手の家に乗り込んでいきました <laughs> その彼とはそれっきりになりました <laughs> 20代の頃に付き合った13歳年上の彼氏は妻子持ちでした妻子持ちとみんな付き合うんですねすごいみんな不倫してるんですねまた目だけちゃいますね多目的トイレ行ってんのすいません 訂正します。私との交際が奥さんにバレて、私は奥さんに自宅に呼ばれ、罵られました。彼は離婚しました。私と一緒になりたいと家まで新築しましたが、結局、一緒になりませんでした。別れた嫁は友達の旦那とどこかへ駆け落ちしたそうです。へえその後付き合った彼氏にも嫁がいました。えその彼も離婚しました。でも一緒になりませんでした。 その後に付き合った彼氏にも辞めた子供がいました。その彼も離婚しました。その人と私は子供ができたので結婚しました。最近やっと養育費を払い終えました。それなりに幸せに暮らしていました。ああ、離婚したね。一年ぐらい前に主人が仕事の取引先と忘年会をし、その取引先の事務員さんによってボディタッチをし、後日セクハラで訴えると言われました。結局訴えられることはございませんでしたが、それがわかるまでは毎日針のむしろでした。 そりゃそうですよね。旦那セクハラで訴えられたら。先日主人が飲酒運転で事故を起こして、真夜中に警察から逮捕しましたと電話が来ました。この年になって警察に主人を引き取りに行くという経験をするとは思いませんでした。冷静に振り返ると、私もそれなりに濃い人生なのかなと思い始めました。宝くじかロトが当たったらすぐに一人の人生を始めたいと最近思うようになりました。 こんな私は冷たいですかというところでございます。冷たくはないと思いますよ。濃密な人生を歩んでおりますし、まだまだ顔音響入るまでいろんなことがありますが、人生、寿命を全うしてほしいと思います。このように皆さんからの一生、男の一生、女の一生、書いて送ってほしいと思います。他にもどんどん結構書いて送ってほしいと思います。さあ、そういうわけで、一体次回から、幻ラジオはいつも通り、 初心に帰ってスポンサー探しを始めるのか、はたまた新しいスポンサーができるのか、それを発表したいと思います。とにかく、第1回から第43回まで聞いていただいて、本当にありがとうございました。幻ラジオ第1部、勘でございます。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。